はい、こんばんは、山城と申します。さあ、今回は、ね、ちょっと説明会入らせていただきますね。動画自体は、広島呉旅行の、動画なんですけど、前回ですね、の動画で、ローソンの、ところですね、ローソンのコラボグッズで、観光でのコラボグッズというところで、購入をして、さてと、友達ですね、まあ、うちの副代表ですね、もう待ち合わせして、11時半到着予定と。じゃあね、それからちょうどね、カレー会場、カレーフェスタの会場行ったら、ちょうどいいようなお昼ご飯やと思ってですね、11時半で実は待ってたんですよね。待ってたんですけどね、これ待てど暮らせどですね、11時半到着の列車からですね、その副代表が降りてこないわけですね。なんでかと思って調べてみたら、なんと11時半に広島に着くということやったらしくて、で、いうことで、えらい時間がもう、過ぎてしまうということで、で、もう仕方ないでね、私一人だけで、フェスタ、カレーフェスの方に向かいまして、で、そのまんまカレーを食べに行きました。ということなんで、ちょっとその間の道中ね、ドタバタしとって動画は撮れてなかったもんで、もういきなし、カレーフェスタの会場から、動画が始まります。それでは、ぜひご覧ください。どうぞ。いやー、中まで来ましたけど、すごいですね。ブレードご飯だけど、まあ、ちょうど広気になっちゃったね。本当だけど、すごいな。今日はね、何を探してるかね、まずはね、絶対に食べときたいのがあるんですよね。わー、すごい。いろんなグッズも売ってますね。すごい人だな。うまそう、ボリューム。まあ、世の中で気になりますけど。いろいろ気になるところありますけど。はい、ということでね、何が起こったかというと、まあ私はですね、今回のこの、カレー企画でですね、鹿島カレーがねお目当てだったんですね。なんと今回の練習が鹿島のね、鹿島さんのカレーが食べれるってことで、ね、いやー、楽しみだなー、楽しみだなーと思ってたんですけど、ご覧の通り、目の前で売り切れの看板が出ましたと。やはりね、鹿島カレーは、すごく人気だったみたいですね。残念ですが、まあ、また、ぜひ、また機会がありましたら、チャレンジしたいなと思います。ということでね、ただね、鹿島カレーはね、鹿島さんはね、食べれませんでしたけど、こちらですね、なんとかね、横須賀の方はね、間に合いました。横須賀もね、実は、私のね、後ろ3人ぐらいでね、終わってましたね。もうここで売り切れですってやってましたんで、これが、横須賀で、横須賀はね、八丈カレーでしたね。ということでね、横須賀八丈カレーは、いただきましたと。こんな感じでですね、カレー自体はね、基本的にですね、そんなにね、大きくないサイズで、1杯300円。ね、お値段が安く設定してある。要は、いろんなカレーを食べれるようにという設定みたいですね。で、一般の方は大体どう見とったら、大体2個とかね、3個を、で、3個から4個ぐらいかな。3個とかね、まあ2個とか、ぐらい食べてるかなっていう感じでした。まあ、で、こういう時はね、ありがたいのが、私、そこそこね、量が食べれますので、そうするとね、いろんなのが食べれるわけなんですよ。ってことでね、まずこれ、八丈カレーでしょ。で、次が、食べてった順番に、今度は、練習館の黒部ですね。黒部のカレー。結構ね、こうやって見てみると、カレーの色ね、違うもんですよね。黒部はですね、結構ね、上品な感じのね、美味しいやつでした。今回ね、どこもやっぱし美味しかったです。レシピを、感じとしてはですね、レシピは、その、要は、それぞれの練習館とか護衛館でね、使用しているレシピを元にして、地元の、例えばレストランとか、あとホテルとかですね、が、それに、試行錯誤して、それぞれの館のカレーを出店しますってやってたんで、作ってるところがね、それこそ、ホテルのね、方とか、いろんな地元の飲食店の方とかが作ってますんで、味はね、やはり、
しっかりと美味しいと、いうことですね。あ、ちなみに、最初に出した、八条カレーの方はね、これ横須賀から来てたんで、これは横須賀の、その、軍艦カレー、海軍カレーっていうんですかね、の、保存会みたいな、皆さんが来ておったんで、この、横須賀とか、あと、他のね、鎮守府というか、港ですね、横須賀とあと、どこだっけと、佐世保とかね、後で紹介しますけど、大港なんかも来てましたよね。そうそうそう。この辺りなんかは、それぞれの地域の、その保存会みたいな、ね、振興会みたいな、ところの皆さんが来られてやってましたということですね。で、今はずっと黒部のを出しておったんで、次が、今は潜水艦の黒潮ですね。ね、観光的には、駆逐艦黒潮やっていうね、イメージですけど、今はね、潜水艦ですね。これはね、潜水艦だからなんですかね、すごいスパイシーな感じ。蓋付きで撮ってますね。うん、こんな感じでね。うん。はい、結構ね、スパイシーな感じでね、味が違うなぁと、すごいなぁと。で、その次は、トネさんですね。トネさんを食べて、いただきまして。で、この後ですね、ちょっと、佐世保はですね、すごい行列だったんですよ。でも、なんとか、この行列を乗り越えてですね、佐世保の伊勢と金剛さんね、が、出てました。ね、ちょっと入れ物違うんですよね。ここは、佐世保の、伊勢金剛というふうに、出てまして、ですね。で、ちなみに佐世保はですね、で、これ、伊勢と金剛は当然、カレーのね、味も違っておってですね、美味しかったです。で、ということです。で、佐世保はですね、こんな感じね、実は、グッズというか、持ってまして、まあ、鞍馬と金剛のね、カレーがあって、まあ、金剛はね、うん、友達のね、ちょうど一緒に来とったのね、残念ながら結局ね、クレカレーのイベント来れなかったんで、もう一人のね、相方の方は。なんで、まあね、カレーの嫁である、金剛さんのね、カレーがね、売っておったんで、まあこれを買っててですね。で、ちなみに私、佐世保行けなかったんで、佐世保のね、ちょうどね、佐世保は、なぜかね、この、佐世保の観光でのクラブグッズも、なぜか、売ってましたね。ああ、まあ、ちょうどいいやと思ってね、これをね、ちょっと買ってきたという次第でございますね。結局ですんで、6杯食べたのかな。うん、という感じでしたね。まあ、そこのあたりでね、大体、目立ったところはもう、売り切れ完売ってなっておりましてね、もう3時までのイベントでして、翌日もないっていうね、当日オンリーのイベントでしたんで、やはり、売切れるようにね、作っておった。まあ、当然ですよね、こういうのね、売れ残っても仕方ないですからね、うん。それで、私もいいと思うんです。で、まあ、ひとまずこれで、食べ終わりまして、で、この後は、そうですね。あ、これもそうか。おもだってカメラでは撮ってないか。結局、この後ですね、どうしたかというと、あれですね。護衛艦の加賀ですね。を、見に行くというか、中にね、乗れるということなんでね、それでちょっと、乗ってこようというふうになるわけでございます。